いつもとさメイク変えてないんですけど、別に。あ、間違えた。なんかメイク道具が一気になくなっ、なんて言うんだろう、メイク道具ってさ、こう切れたらさ買わなきゃ、新しいの買わなきゃじゃん。だけど一気に来ちゃって、それが今買わないといけないメイク道具で、メイク道具が溜まっててね、アイラインとか結構溜まってて、買わないとっていう気持ちなんだけど、まだ買ってない。前髪かな、おかしい原因。顔がおかしい。あ、いいじゃんいいじゃん、いいじゃんいいじゃん。なんか今日、あ、今日顔面がいつもより でかいかも。自分の気にしすぎっていうのはあるけど、自分しかわからない変化みたいな。もう顔面一日では大きさ変わることある。ね、今日はね本も読まずに、あ、まだ今日昼っていうか夕方だけど、本読まずアニメも見ず、ちょっとスマホしてましたね。スマホって無限大に時間潰せるよね。なんかさ、もし誰かを外とかで3時間とか4時間とか待たないといけないとしても、スマホがあったら充電が切れない限りいける。あ、充電といえばさ、モバイルバッテリー壊れちゃって、あの HKT とポチャッコのモバイルバッテリーあったじゃん、あれがついにヘジリの寿命が来ちゃって、もう使えなくなっちゃったんだよ。新しいモバイルバッテリー買わなきゃ。なんかヘジリモバイルバッテリーすぐさ壊しちゃうんだけど、いつもなんかすぐ壊れるモバイルバッテリー。別にそんなめっちゃなんか100均とかの使ってるないのにさ、ちゃんとしたモバイルバッテリー、まあ、全部ちゃんとしてるんだけど、ちゃんとなんか買ったやつでもすぐ壊れちゃう。ヘジリが使うモバイルバッテリーと、今日は iPad の充電器が壊れてたんで、あ、今日はっていうか壊れてたから、ネットで注文してた充電器が、ね、届いた。可愛いやつにした。iPhone 兼 iPad の充電器、かわいい機。なんかヘジリの持ってる iPad がゴールドなんですけど、ピンクゴールドがゴールドなんだけど、それとぴったりの色だったんで、ちょっとはいこれにした。しかも結構長いしね、 1.2 メートルくらい。普通か、そんな長くないか。中さんハートありがとうございます。ブーちゃんさん、金魚ありがとうございます。ヤスタンさん、かわいい、ありがとうございます。そうだから今日充電器変わったし、あとヘイジル充電器2個ないとなんか落ち着かなくて、同じ充電器が、あの iPhone の充電器とか、 なんか急に壊れてさ、その夜中に充電器壊れちゃったらさ、もう開いてないじゃん。あ、まあ、コンビニ開いてるかもだけど、お店あんまり開いてないから、充電器ないってなっちゃうじゃん。だけどそれを避けるために iPhone の充電器常にお家には、あの家っていうかヘジリの持ち物2個持ち歩かなくていいんだけど、2個持っていたい あの家にあるものとして。 で今回もさ1個壊れてももう1個あったから、そう大丈夫だったけど、もしなかったらさ大変じゃん。だから2個持ってると安心だから、いよいよね。そうで充電器も買い替えたし、あとモバイルバッテリーも買わなきゃ。今最近なんか家にいるのが多いからさ、あんま必要ないけど、モバイルバッテリー結構公園の日とかはなんか結構、まあ公園劇場に充電器さす場所あるっちゃあるけど、意外と必要なんで、そうね、持っていたいし、うん、持ってないとなって感じだし、だからもう、あ、これから買うものモバイルバッテリー、アイライン、ハイライトとか結構買うものあって、あとなんかあるかな、切らしてるもん、はないかな。あ、シャンプーとかもうなくなりそうなんだよね今。あと洗顔、
ほらめっちゃ一気に切れてきて、リンスは残ってるんだけどシャンプーと洗顔がねなくなってきちゃった。あ、日焼け止め、そう日焼け止め、あもうおい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 、そうそう買い替えがねめっちゃ急に来たからどうしようって感じ。ボディクリームとかもなくない人、いや多いんだよね、なんか使うものが日常的にコスメとかさ、コスメとかはなんかすぐなくなる、すぐなくなるは嘘だけど結構なくなったりするからちょっとね大変だし、シャンプーも意外とひじりすぐなくなるんだよね。今のシャンプーいつ買い替えたっけ、でも今年入って買い替えたんだと思うんだけど、まあでも今年も8ヶ月くらい経ってるからもうしゃあないって感じだけど、3月かくらいに買い替えてシャンプーだけどね、もうね寿命っていうかシャンプーがそろそろなくなりそう、あと1週間分くらいはあるけど そんな先は長くないなって感じ。でもリンスは結構まだ残ってて、あと洗顔はもうあと3回分くらいしかない、全然出ない、もう洗顔買わなきゃだし、アイラインはめっちゃ振ったら出るけど結構カスカス毛先、今違うので代用してるもカスカスのアイラインと、あとハイライトも普通に欲しくて、あとなんつったっけ、あとそうモバイル充電器ってさ何がいいんだろう、なんかあんまめっちゃ高くはないけどそんな普通にチャッチクもないちゃんとしたモバイルバッテリー、モバイルバッテリーおすすめ、結構ひじる重くてもいいんだよねモバイルバッテリーもうね、2回くらい充電できるのがいいな本当は。ああと2000円くらいで買えるんだモバイルバッテリーって、欲しい欲しい、ネットで頼もうかな、買おう、必要になるもん絶対。ただの魚さん、タツノオトシゴありがとうございます。モバイルバッテリーはマジでひじりがね持つとすぐ壊れるんだよねモバイルバッテリー、あれなんだろう、みんなどれくらい持つものなのモバイルバッテリーって。ひじりはマジでなんかすぐに壊れることが本当に、あこの最近まで使ってたポチャッコと HKT のコラボのモバイルバッテリーがまだ持った方、それ多分ポチャッコのやつは1月か2月、あ12月くらいだったから、ポチャッコのは7、8ヶ月持ったんですよ、だからそれはひじりにとってはめっちゃ革命だって、えポチャッコのやつ全然壊れないじゃんって感動したもんけど、だから他のモバイルバッテリーなんか普通にちゃんとしたさやつとか買っても3ヶ月とか 2ヶ月とかで壊れたこともあって、なんか福岡に1回すごい台風が来るって去年の夏くらいになった時に買ったんですよネットで、お母さんが買ってくれて、それマジで2ヶ月くらいで壊れた。ひじりの扱い方が悪いのか、でもそんな乱暴に扱ってないんですけど、何が原因かちょい分からない。お母さんに送ってもらいたい全部、シャンプー、まあコスメは自分で買うとして、シャンプー、モバイルバッテリー、洗顔と送ってくださいって感じで。お母さんシャンプーも結局どれがいいのか分かんないよね、今ひじりが使ってるシャンプーはめっちゃ匂い重視で選んで、髪にいいか分かんない、髪の毛にいいか分かんないんですよ、そのシャンプーがいいっていうか自分の髪に合ってるのか分かんないシャンプーなんだけど、そのシャンプーも何がいいかね、むずいよね。なんかモバイルバッテリーみんなそんな壊れないんだかな、 4,5 年買えてないってマジか、マジで、え、めっちゃ高いのとかじゃなくて何万とか、モバイルバッテリーはとりあえず壊れないモバイルバッテリーが欲しいです、っていうのはめちゃめちゃ欲しい。
物を壊す才能は結構あって、ひじりはなんかスマホも結構すぐ壊れるし。で見て、新しくさスマホのさ保護シート、画面シート貼ったのにさ、見て、ちょっと待って、もうさこんなになっちゃった、すごい家がちょっともうこんなになっちゃった、もうすごいね、ショッキング、結構落としちゃってスマホ、こうね、泣き泣き、カズさん貝殻ありがとうございます。そうだから、とりあえずね買うものが多いっていう今そんな時期、ひじりは。あとね、なんか欲しいもの、あ、必要なものはそれくらいなんですけど、欲しいものも結構あるから、もうねどうやってね、あの集めていこうか、まいろいろね考えてる。うわ、くしゃみしそう。ホラー映画見たい、めっちゃしなかったくしゃみ。ホラー映画見たくて、ホラー映画っていうか、なんかサスペンスの映画見たくて、今日の夜見ようかな、暇だったら。やばい、くしゃみくる。えっ、出て、ちょっとくしゃみしちゃった。いやいや、ちょっと鼻が、でなんか。とりあえずそのあのいいもらもめっちゃいいモバイルバッテリーを探してますっていうのと、あとイヤホンはね、あのね、ずっとさこのイヤホン使ってたんですけど、誕生日くらいに AirPods になったの。もう何ヶ月も使ってるけど、でも AirPods Pro じゃなくて普通の AirPods にした。 Pro の方がね、なんか耳の形が、 AirPods が耳の形にうまくフィットしない人はプロの方がいいみたいな感じで聞いてたんですけど、ひじりは別に普通の AirPods も耳に綺麗にフィットするから、わざわざいっかと思って、プロの方が割と1万くらい高いので、一応私学生だからさ、まだ高校生だから、そう結構ちゃんとあの財布の中は厳しめだから、普通の AirPods にした。は普通のAirPods、プロの方が新しいんだけどね。でもケースがちょっとダサいよね。お母さんが誕生日にさ、あのひじりずっとAirPods欲しい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 ってずっとお母さんに言ってて、お母さんがね知られない間に頼んでてくれたんですよ。めっちゃね便利だね、感動したもん。もっとやっぱ早く買えばよかったって思ってたけど、まあ結果オーライ。これはたまに使うけど、夜ご飯まだ食べてないよ。昼ご飯めっちゃ遅めだったから、そんな目でお腹いっぱいっちゃお腹いっぱいっすね。よいしょ。そういじる、あ、いじる、ホラー映画見た後夢とか見ないんだよね、怖い夢。ホラー映画見た晩に怖い夢見る方いるんですか？いじる、マジで大丈夫な、なんかちっちゃい頃マジ無理だったけど、なんかいつの間にか強くなってしまって、体勢が、謎体勢ができちゃって、マジで大丈夫な人になってしまう。474、イエーイ。ANKER だって、あれか、モバイルバッテリーかな、調べよう。
ANKER あーなんか夜良さそう。白がいいな、白かピンクか。あ、いろいろ出してんだね。いっぱい調べよう後で。モバイルバッテリーってめっちゃ種類あるんだね。かりゆしウェア持ってない、持ってない。ヘンジの扇風機壊れちゃった。だってあれか、去年博多城、博多城会で出したグッズのやつか。マジか。ああ私、まあでも壊れてもね、飾っといてください。ヒジリのはまだ壊れてない。ちなみにあんま使ってないけど、ヒジリ外行かないしね。外行く時とかも歩く時とかあったら便利だけど、まあ、行かないし、ずっとエアコンでね生活して。はじめましてだって。はじめましてテンション、はじめまして。なんかライト暗いな、変わんなかった。なんか最近眉毛がね、かゆいんだよね。最近っていうかいつもだけど、眉毛がかゆい。あ、待って、なんか今日顔面が変な、リップが薄いのかも。なんかリップの濃さってわかんない。ドライヤー。なんかひじりってさ、なんか口がさ、こううるうるっていうか、うるうるになるリップ使ってもパサパサになっちゃうんだよね。なんか砂漠、ひじりの顔面、ここ砂漠地帯って感じの乾燥の仕方。あれアンカーって読むんだね。こんばんは。テロップ。こんばんは。びっくりマーク、びっくりマーク。あー、テロップたまに失敗するんだ。123。よし、こんばんは。ほら見て、これももうね、ひじりショールームで毎回言ってるんですけど、そのひじりショールーム始める前にこうちゃんとこうピンって伸ばしたの、ストレートアイロンで。なにほら、もうこんなに外跳ねみたいな感じになってるんですよ。ほんと悩みこれ。なんかこうやった時にこう なっちゃうんだってね、この長さだと。こうなっちゃって、こう外跳ねになっちゃうの。だからもうちょっと長ければこう後ろにビャーって伸びていくからいいんですけど、前スマホ落としちゃった。そう、こんな長さだとダメなんだってさ。ダメなんだっていうか、こうピャンってなっちゃうんだって。なんか電波弱っ。今日はで、昨日これ食べた牧場、ちょっと写真見せ、牧場絞りのなんかね、クアトロチーレモンピール入りってやつ、ずっとねスーパーによくあったりして、ずっと食べたいけど、うん、今はいいやみたいなのがずっと続いてたけど、ちょっと昨日食べてみた。めっちゃ美味しかったね。レモンピールがちょっとひじら、まあ、なくてもいいかなって。でもくどい方にはちょうどいいと思うんだけど、レモン入りの方が。めっちゃなんか牧場絞りっていうアイスがあるんだけど、美味しい、濃厚の牧場絞りの上にあのタルト生地のクッキーみたいな粉々にしてこう乗っかってて、本当に美味しい。なんかチーズケーキ食べてるみたいなアイスで、もマジで美味しかったです。クラウスさん、金魚ありがとうございます。いや、ひじりマジで乾燥肌なんですよ。
もうコンプレックスと言っていいほどかな。なんか普通のさ方がさ、私あの乾燥肌なんでって感じとレベルが違うくらい乾燥肌で、マジでやばい本当にな。めっちゃ世界で一番は嘘だけど、マジ結構乾燥肌で、だからといって汗かかないってわけじゃないんだけど、でも人より汗はあんまかかないかも。なんか公園で結構ちゃんとガチでもう気合バンって入れて踊っても汗かくっちゃかくけど、そんなもバーってな汗かかないし、あと手汗かいたことないんですよ。なんか手がカサカサすぎて手汗マジでかいたことない。もう手カサカサなのマジでコンプレックスなんですよね。なんか最近はまあ握手しないけど、昔とか握手会やった時とかめっちゃカサカサですごい嫌だった。自分の手がカサカサすぎて、だからこうそのインスタとかを載っける時にこうさ手に持ってさ、こうイエーイってこう撮りたいやん、なんて言うんだろう、こういう感じで手に持ってバシャバシャって撮りたいけど、マジで手がコンプレックスすぎて、本当にねこの手が嫌いです。手と乾燥肌っていうのがめっちゃ嫌い。乾燥肌だから多分手もこんなパサパサなんですよ。関係あるか分かんないけどめっちゃ嫌いです。そうだからあのハンドクリームをどんなに塗ってもね、マジで一滴も潤わない。一瞬5秒くらいは潤うけど、すぐねまたパサパサになっちゃったりし、もう髪の毛ちょびっと伸ばしてみるけど飽きたらすぐ今もう長さに戻します。元の長さ、元の長さ多分これくらいなんだよね。ちょびっと伸びた、で一回伸ばしてなんか似合わないなと思ったらすぐ切るはず。元の長さに袋入りの赤いかき氷食べたって、あめっちゃ美味しいよね。ひじりもそれの美味しさに今年気づいて、めっちゃ美味しい。あれ夏限定とかなんかいちご味のやつでしょ、めちゃめちゃ美味しい。駄菓子屋に売ってそうな感じだよね。そうひじりマジで手汗かいたことないんだよガチで。なんか嬉しくない、でも全然手汗かいたことないけど、特殊な肌だと思う、知らんけど。で今もさ結構今も夏じゃん、だけど全然手汗とかかかないし、まあ、背中っていうか普通に汗かくけど、手汗だけは一回もかいたことない。ヒノキのハンドクリームおすすめだって。ヒノキ？キノコかな。これなんか。化粧品みたい。冬場なんか今夏だけど夏でもいいじゃん、ハンドクリーム塗るんですよ。そうだから夏だから結構まあまあ冬よりは乾燥がひどくなくて普通のハンドクリーム使ってるけど、冬になったら買ってみようかな。そうあと最近さ消毒するじゃん、絶対スーパー行った時消毒、出る時も消毒肘するんですけど、もう消毒するとマジでパリパリになるよ手のひら。グーしたらあれパリパリだと思って、そう家帰ってすぐハンドクリーム塗ったり、手洗うのがさいつもより昔より多くなったじゃん、回数が。洗ったり消毒シュッてした、だからもうマジで手の上もマジサハラ砂漠、サハラ砂漠ってなんだっけ、手の上も砂漠みたいな感じ。お風呂上がりとか、お風呂上がりとかもひじりはお風呂上がっても何より先に顔に顔面にね化粧水塗る、じゃないと生きていけない。マジで3秒くらいで結構パリッてなっちゃう、もう本当に砂漠みたいなんだけど、3秒くらいで結構乾燥きっちゃうから、お風呂上がったらまずタオルでも適当にバーって拭いて、まずベシ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 って、マジでそれくらい。あまあまあ今夏だからまあお風呂上がって1分以内に濡れたらいいなって感じなんですけど、冬はマジでお風呂上がってもう5秒くらいで塗る。もう髪もあんまちゃんと拭かないで髪ポンってタオル置いて急いでね化粧水塗る。
さあどうなんだろう、みんなってさスキンケアとかやるとしたらさ、顔と首だけの人が多いんかな。ヒゼルはもう全身にもう化粧水もクリームも塗るんですよ。めっちゃ乾燥しちゃうから。しかも化粧水だけだったらすぐまた乾燥しちゃうから、化粧水2回塗ってクリーム塗ってとかやるけど、もうめんどくさい。だからお風呂があんまり好きじゃない。お風呂の中は嫌いじゃないんですけど、上がった後がめんどくさい。そのいろいろバーって塗ったり、目白お腹とかにも塗るんで結構めんどくさくて、めっちゃ手間で時間かかるし、あとドライヤーね、ドライヤーまあ全人類共通だけど、ドライヤー結構ね暑いしね、今夏だし。冬はドライヤーがすごいあの嬉しいけど、あったかくて。こんばんは。ヒノキは木の一種だって。あ、ヒノキってキノコなかったっけ。え、エノキの、エノキの兄弟みたいな感じで、ヒノキっていうキノコなかったっけ。消毒しすぎてスマホが指紋認証してくれないだって。どういうことやねんどういうことやねん。え、いいな、指紋認証の携帯いいね。やっぱり顔面認証はね、そう、今マスクできないから。でも顔面認証がなんかマスクできないから、こうパスコードを押さないと開けれないんですけど、外いるときはもうパスコード打つのが高速になった、この1年でなんか1,2,3,6桁かな、6桁の数字を打たなきゃなんですけど、もうめっちゃね早くなった、打つのがビシュビシュビシュって。こんばんは。でもなんかめっちゃ顔とか、まあ、肌が乾燥だけど、髪の毛って乾燥肌とか関係ないよね、あんまり。髪パサパサなんだよね、結構毛量が多くて、髪の毛が毛量は好きたい。あ、そう、髪ちょっと伸ばそうっていうか、しばらく切るの元の長さに戻して切るのやめようって思ったんですけど、髪は好きに行きたい。だから行けるようになったら、ね、美容室行って髪をすいてもらう。あとなんか前髪を今まで美容師の人にやってもらったことあんまないん、てか、まあ、自分でやるので大丈夫ですって感じだったんですけど、一回やってもらおうかなと思った。なんかもうボソボソすぎて、自分の前髪一回やってもらった方がいいのかな。でもそれで失敗したらさ、やだよね。でも前髪はマジで高校生とか入ってから一回もやってもらったことないです、美容室の人に。なんか前髪の量がおかしくてさ、なんかボサボサだな。とりあえず前髪も髪の毛も触らんどこ、伸ばしとこ。ね、頭とか櫛がないんだけど、頭とか髪とか。あれ、髪の毛とか櫛どこにやったっけ。デイジー、ディズニープリンセスの中で一番ベルが好きなんですよ。ベル、これしか持ってないけど、グッズみたいなの。どっかに行っちゃったな。お、これなくしたと思ってたイヤリング、カバンだから発掘した。発掘。とりあえずカーラーをして、明日の配信時間どうしようかな。明日何曜日ですかね。待って、観覧してる姿。え、明日は
あ、夜かな、昼か夜、昼以降朝はしない。夏休み終わるまで結構そんな感じかも。朝はしないけど昼以降の、昼から夜の間みたいな、随分ざっくりだけど。ちょっとなんか毎日配信してるとわかんなくて、明日いつできるかとかわかんないっていうか、まあいろいろ時間、その日何時に起きるかわかんないので、ちょっとまあ朝はやんないってことは確定。そろそろ課題やんないと。でも、なんだっけ、ひじり500日っていつ、あと1ヶ月後くらいかな。500日配信の時は何もその日予定がなければ何かしたいなって感じ。たこ焼きはね、たこ焼きやろうと思ったんですけど、最近なんかもう飽きちゃったなっていう感じで、あ、気持ちもある、結構やったしね、たこ焼き配信だから。なんか違うのないかな。まあでも思いつかなかったたこ焼きにします、いつも通り。それかただ普通になんか好きな食べ物買ってきて食べる。そう、夏休み、マジ夏休みはマジで3日くらいにやる人でしたね。30日くらいにあの宿題バーッと、小学生の頃とか。そうで、なんかや親にやってるって言われて、やってるやってるってめっちゃ嘘ついて、で2日前くらい、2日か1日前くらいの夕方から焦るみたいな、で作文もめっちゃ適当になってみたいな感じだった。でもみんな大体そんな感じだよね。まあ初めで終わらせるか最後で終わらせるからじゃない。なんかさコツコツ終わらせていく人ってあんまいなくない。1日1ページって決めて毎日ちゃんとやって終わらせていく人っていなくない。絶対もらった日に終わらせるタイプか、夏休み4日くらいで終わらせるタイプか、最後の2日1日で終わらせるタイプか、過ぎてから提出すぎ過ぎてから終わらせるタイプかみたいな。小学生の頃は夏休み最後の日とかに急いでやってたけど、なんか中学の初めらへん、愛知県に入る前はもうあの提出日の朝とかにやってました。そう、アイリーがね、クッキングしてるよね。アイリーにさっき LINE してね、食べたいっていう LINE して、ロシア、アイリーに食べたいっていう LINE した。で、アイリーがなんか女子力上がってるみたいな話、あのアイリーが毎日こうなんかお菓子作ってるから女子力上がっちゃうぜみたいな返事が来ました。自由研究ひじりやんなかったな。そんなに小2くらいかも、最後に自由研究したの。小2くらいにやった自由研究はなんか気温を折り線グラフで、毎日の気温を折り線グラフで書いて提出、それだけ。毎日気温こうやって書いただけ。ノート1冊に3、4ページしか使わず、60ページか30ページくらいあるノートに3、4ページしか使わなくて折り線グラフ書いて終わった。でもひずり工作がちだったから、まあ、小学校後半はめっちゃ適当にやってた思い出しかないけど、小3くらいの時とかはめちゃめちゃ工作するのがちぜで、あのレッサーパンダの貯金箱とかマジでリアルなレッサーパンダ、なんかお父さんとかいとこがめっちゃ協力型で一緒にレッサーパンダの貯金箱作って、めっちゃね上手だった。本当に毛並みとかこう一本一本絵の具で描いたの。まず紙粘土でこうやって、固まったら絵の具でこうレッサーパンダの毛を茶色とか黒とか濃い茶色薄い茶色とか混ぜてこう
シュッシュッシュッとマジで一本一本こうやって塗って、めっちゃクオリティ高かった。でもどこに行ったかも捨てたかもしれない。9月11日が500日。じゃあ、あ、土曜日か。なるほど、お昼にもできそうだね。何もなければ。佐世保のてっちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。読書感想文は、そのちっちゃい頃は本読むのが好き、昨日も同じこと話しちゃったんだけど、ショールームで。ちっちゃい頃はから本読むの好きだったから、そう書けると思いきや、なんか夏休み読書感想文提出だから本読みなさいってこう先生とかに、はい読みなさいって言われると、え、なんか嫌だなってなって読めなかった。自分から読むことは好きなんだけど、読みなさいって言われて読むのが苦手で、その頃は。だからあんまりいいの書けたことないけど、今ならめっちゃ書ける気がする、読書感想文。でも今別に読書感想文の感想宿題とかひじるのはないんで、ないんから別に書く必要ないんだけど、今なら書ける気がする。それいいかな。わ、最近前髪瞑想中でさ、お、いい感じいい感じいい感じ。やっぱカーラーね、カーラーではこうアイロンではできない前髪ができる。やばい、ダメだ、櫛がないとダメだ。櫛どこ行っちゃったんだろう、私の櫛どこ行っちゃったんだろう。せーの、ほほほ、あ、もういいや、諦めモード。そう、前髪っていうかおでこ出しにちょびっとハマってる。なんかね、意外と好評だったから、なんかおでこ出しをインスタに上げたら、そう、いつもよりなんかいいねとか多かったから、調子に乗ってたまによくおでこ上げてる。たまによく、最近よくおでこ上げてます。夏だしね、特に夏ってマジで前髪一瞬でぐしゃぐしゃになるんで、こう上げてる方が楽っちゃ楽だから。あとはその踊る時とかも、うん、踊るってレッスンしててね、配信中にカーラーひじるくらいだってマジで、みんなやるっしょやるっしょ。でもさ、そう、家でずっとカーラーしてるから、ちょっと前にカーラーのまま外で出そうになってっていうか、もう玄関のドア一瞬開けて、あ、カーラーしてたって、よかった、そのまま出なくて。なんか誰かと歩いてる時なら全然カーラーしたまま歩けるんですけど、一人はちょっと恥ずいなって感じで。こんばんは、ラミちゃん兄さん、すごく面白かったって。おお、面白いよね。まだやってる途中だけど面白いよね。あのダンスを完コピしたいけど、なんかサビくらいはさ、結構簡単っていうか覚えやすい振りだけどさ、まあ踊る機会は別にないんですけど、あの自己満ね、水飲みたいけど水がなくなっちゃった。あとで食いに。こんばんは、18時からやりますって言ってたよね、ショールーム。19時くらいには終わります。ちょっと肩、パルムの
のほうじ茶ラテだって。あ、待って、めっちゃ声でかくなった、8月23日よりパルムシリーズからほうじ茶アイスをホワイトチョコで包み込んだほうじ茶、ほうじ茶、ちょっと待って、ほうじ茶ラテをホワイトチョコで包み込んだパルムほうじ茶ラテ過去6本入り。箱か、ヘジル箱は買わないんだよな、注意にしとこう。買わないっていうかね、箱があったらさ食べちゃう準備とこにあったら、かできれば1本1本がいいな。めっちゃ美味しそう、ほうじ茶マジで美味しい。彼氏とも外に出たことあんまないかな、あんまないかな、ちょっと恥ずかしいもんね。だけど彼氏してる人とすれ違ったこととかないから、ちょっと恥ずかしいから自分で言ってる。そういう人が普通に街中にいたらひじりも便乗してできるかもだけど、あんま見たことないから、ね、あんま見たことないからね、意味わかる、あんま見たことないからね、からーアイジェダジャレ見つけるのめっちゃ得意。なんかさ、人が喋ってる時にもなんか言葉の中にダジャレが入ることあるじゃん。なんかそのそれについての話してて、それっぽいのが言葉の中に紛れてる時、あ今ダジャレやと心の中で思ってる。本人はそのつもりないけどみたいな。初めましてだってなんか初見の方が多い、わりかし。そう、スタバのあれ新作だから期間限定なんかの、もうやってないのかな、わかんないけど、ほうじ茶クラシックティーラテっていうスタバのやつは本当に美味しくて、めっちゃマジで美味しい、甘いし結構。そうそうなんだよね、めっちゃ美味しいから。まあでも最近スタバっていうかあんま行ってないし、外もだから今もあるかわかんないけど、マジで美味しい、あれは。しかもなんか他の新作も2種類あ3種類同時に出て、でもほうじ茶しか飲んでないんですけど、他のなんかピンクの飲み物とかも出て、それも結構かわいい、映えそうだし美味しそう。ちなみにほうじ茶の方をひじるね、結構 3,4 回くらい飲んだ、結構前に。ラビリンス ミリタリー衣装カードだって。あ、意外となんかさ、何解禁されてるかわかんないよね、ラビリンスの衣装。もういつ撮ったかな、めっちゃ前に撮ったから。そう、ちょっと昔のヒジルの顔をしてます。ヒジルのカードでの出てるのかわかんないけど、ラビリンスのカードは、衣装カードはだいたいひじりはもう数ヶ月前のひじりです。あれは今と結構ね、メイクがマジで違うの。メイクめっちゃ下手くそで、あれ撮った時反省中。あれは壁写も同じ日に撮ったんですけど、メイクめっちゃ変で反省中とか言いながら、ツイッターのアイコン壁写なんですけど、なんかツイッターのアイコン壁写にしてんだけど、変えたいんだけどね、なんかいい写真アイコンにできそうないい写真があんまりなくて、そう、もう変えるに変えてない。なんかないかな、良き写真。自撮りじゃなくてたどりにしたいんですよ、アイコン。別にこだわりではないけど、なんかそっちの方がなんかいいなと思って、そしたらね、あんまいい写真なくて全然変えてないですね。だから次壁写撮る時とかラビリンスの撮影あったら、もうメイク本当にこれでいいかっていうのをちゃんと考えて撮ろうと思います。結構ため撮りなんで、もうさ本当に良くない、メイク大事だわって実感した。まあ、今日もメイク結構失敗したけど、適当にやっちゃった。うわ、何かな、何しようかな。最近結構もやしにハマってて、このもやしを適当になんかもうあれなんか
味付け方法とか検索せずに適当にポン酢、ごま油、塩コショウ、めっちゃ適当にかけて味調節して美味しいもやしを作るのにハマってて、そう、すごく美味しい。あともやしの上に、ね、肉乗っけて食べるのが美味しい。あ、それにポン酢かけて、もやしをお皿に敷き詰めて、もやしとあとあればキャベツとか白菜とかも混ぜて、人参とかね敷き詰めて、お肉を上に乗せてサランラップしてレンジで3、4分くらいチンして、でポン酢かけて食べるっていうのが本当に大好き、美味しくて。でも今お肉ないんだよね。お肉在庫切れ、ひじりの家の、買わないと。メイク自分で、もちろん自分でですよ。でも上手くないから悩みです。練習してるけどまんま上手くならないし、メイクって。ひじりはね、そう、なんか結構苦手だね、メイク。髪ひどめじん、メイクよりね、ヘア巻き髪巻く方が苦手だから、髪は本当に巻けないですね。もうマジで負けない。でおひじろ、お母さんも負けないんですよ。おい、負けないんかい。遺伝かなって感じ。ちょっとね、だからもう習う人がいないんだよね、身近に。お母さんが一番身近と。そう、あんまり、そうなんだよ。だからちょっと頑張って YouTube とか見てるけど、マジで難しいの。巻いてみてほしい、マジで難しいから。もう負けてる、あの5期生はいっぱいみんな負けると思うんですけど、自分で。そう、与えた方がいいレベルでひじりは巻くのが難しいです。大数も今ひじり一番、そう、いや、そんなないけど、昔ほどは大丈夫。昔巻いて、でなんか七色とかやってからめっちゃ改善されたんですけど、人最近は自分がね、店員さんとかに話しかけられる、嬉しい。石豆腐とゴーヤチャンプルでしたっていうご飯いいな。石豆腐いいな。ゴーヤチャンプルも美味しいけど、結構まだ苦いからさ、大人って感じ。めっちゃ好き。夜ご飯きつねうどん、カップ麺美味しいよね。ポテトサラダ大好き、めっちゃ大好き。クラウスさんかわいい、ありがとうございます。普段家いたら何をよくしてる？アニメ、たまに小説、あとスマホと、あと髪巻く練習と、なんだろう、そんな感じ。特殊なことはしてない。アニメが一番多いかも。アニメっていうか、アニメとか動画とかを見る時間が一番多いかもしれない。アニメとかいじり一回見たら本当止まんなくて、もうね、全部見る前寝れないから、めっちゃ高速で見ますね。ランキングもそろそろ。ナミさん、ハートありがとうございます。ということで、ランキング読みたいです。読みたい、読みます。よし、ランキング読みます。13位トシタンさん、ありがとうございます。12位フットムーンさん、ありがとうございます。11位、プリントーさん、ありがとうございます。10位海坊主さん、ありがとうございます。9位差し押しさん、ありがとうございます。8位ハラペーニさん、ありがとうございます。7位、カビトラさん、ありがとうございます。6位アンドハローさん、ありがとうございます。5位森翔さん、ありがとうございます。4位カズさん、ありがとうございます。3位ただの魚さん、ありがとうございます。2位サスボのてっちゃんさん、ありがとうございます。1位中さん、ありがとうございます。
あとそうそう、ひじりショール、そうひじり数日前に初めて TikTok を入れて、あアカウントとか作ってないし、あのやらないんですけど、 TikTok をね入れて、こう見るだけの TikTok を作ったっていうか入れたんですけど、それでね見たんだけど、海になんかこれがこういうのがね落ちてたんだって。カツオのエボシっていうなんか猛毒の、さて生物が海にいたら落ちてたらしくて、でこれなんかただのさ袋、青いさ透明の袋に見えるやん、したらこれめっちゃ猛毒らしくて、マジ触ったら危ないらしいんだよ。でそれが怖くてスクショした、思わず調べてスクショした。見つけても絶対触らないようにしよう、マジ怖いと思って。なんかただの空気入った青い袋にしか見えないから、ひじり見つけたら触っちゃうだろうなと思って、怖っと思ってスクショした。怖い。ということでありがとうございました。皆さんも、見ない、あ見ないじゃない、触んないようにしましょう。わかんないよね、わかんない生物って触りたくなるけど触っちゃダメなんだよね。ということでありがとうございました。ではあバイビー、さよなら、ありがとうございました。